おい、どうなってる？地震、もう4件も起きてるぞ。うん、しかも生命反応と爆発まで観測されてる。こいつは本当にただ事じゃないぞ。首都からの回答はまだなのか？自分で言いたくないけど、ポンコツ特化の報告だからね。適当に扱われてるかも。俺たちは税金対策か？国営だよ、ランディ。税金は関係ない。なあ、この現象は千年に一度とか言ってたよな。前にもあったことなのか？言葉のあやだよ、滅多にないってことで。こんな現象聞いたこともない。じゃあ次に何が起きるとか、どこで起きるとかわからないのか？首都の環境測定ソフトにザッパスケールをプラグインできれば役に立つと思うけど、ここの設備じゃ難しいな。あー、もう本当にポンコツチームだな、俺たちは。こんな現象が人の集まるところで起きればどうなる？それを未然に防ぐのが俺たちの仕事なんだよな。そんなこと言ったって、何が原因で何が起きているのか。俺に変われって言っただろ。だとしたらそれは今だ。お前のオカルトだの憑依だのって知識が重要なら、オタクだって笑ったことを謝るからさ。憑依？待てよ、どうした？そうだよ、憑依だよ。こうなったら資料を揃えて直々に報告するしかない。どういうことですか、ダレル。我々に相談もなくアサシン組織を吸収するとは。吸収はしていない、まだな。事後報告の日は認めるが、しかし事前に話したら矢をなく反対しただろう。言い分はわかる。しかし君やレオが客観的な判断に欠ける事実も認めるべきだ。客観的な判断とは、暗殺組織を正義と法の庇護下に置くことですか？その口ぶりに自覚がないと言っている。そもそもこのような事態に陥ったのは、その法の番人たる元老院が原因ではないか。そして彼らの子飼いである終戦管理局もまた誇りまみれだ。分かっています。確かに私の理想論でそれらの組織を裁くには長い年月を費やしてしまう。爆発的に膨らむ犯罪者の心理に。その間、彼らを養うための収容所と衣食住は全て国民の負担だ。ですが放置すれば彼らはチリチリとなり、やがて責任の追及は不可能になる。ジレンマか。カイ、大人になれというつもりはない。私も君と同じことをしているだけだ。ラムレザルを味方につけていることですか？そう、先日まで人類の敵だった彼女をな。これからの戦いは人類同士の小競り合いではない。少しでも戦力は必要だ。ヘル。エルフェルト、ラムレザルの姉妹ってことは
その子もバレンタインってこと？なんでそんなのを助けようとしてんのさ。エルフェルトがジャスティスと融合すれば世界が滅びる。残された時間も分かってねえ。なんだ。違うな。旦那にとって俺は何年の付き合いだか分からないけどさ、今の俺にとってはそりゃあもう長い付き合いなわけよ。何度も同じような時代をさまよって俺たちは会ってるかんね。何が言いて。仕事で人を助けるときはそんな顔しない。バレンタイン姉妹は人類の敵ではなくなったってだけだ。妙な勘繰りはやめろ。はいはい。それで俺にその手がかりを見つけてほしいって話だ。過去の時代から。悪いね旦那、今回は力になれそうにない。うん。確かに俺は過去に行って未来を変えたことがある。タイムトリップをしてね。今までは事故みたいなきっかけで時間旅行をしていると思ってたんだけどさ、どうやら違ってたらしい。無意識にコントロールしてたみたいなんだ。そう聞いた。どういうことだ。聞いてくれたんだ。俺はもう時代を飛ぶことはできない。待ちわびたよ、戦果は。やはり第三連王は実質的な利を重視される方でした。読み通りだな。今回はカイキスクに相談しないことが正解だったようだ。まあ彼らも我々の扱いには困っていたでしょう。暗殺組織と終戦管理局のつながり、これが公になれば糾弾されるのは政府ですからね。ではこれで。ああ、我々アサシンも民間の兵として参戦できる。一つ目のハードルはクリアといったところね。情報のパイプと入場券は手に入れた。それから？ベッドマンだよ、彼を打倒する。あなたたち本当にそればっかりね。彼に負けたことがそんなにショック？武勲として大きな意味がある。我々アサシンが再評価されるためには分かりやすく目を引く手級が望ましい。問題はベッドマンがどこに現れるかだ。それならば私にお任せください。彼が現世に現れればその場所を特定できるかもしれません。いつからそんな芸当が。このザト、今は割と万能チックです。黄泉の世界で知識という知識を得ましたから。ただ喧嘩がしたいようにしか見えないわよ。組織の再建が目的だってことを忘れないで。忘れてはいない。だが私の生きがいはミリア、お前だけだ。この作戦はお前の望みにつながると思っている。それで彼に勝ったらどうするの？三角帽かぶってクラッカーでも鳴らす？レモネードも作っておいた方がいいかしら。悪くないね。だがどうせならヴィンテージのブルドーを開けるとしよう。付き合いたまえよ、佐藤君。喜んで。もっとも今の私には味の良し悪しは分かりませんが。残念だ。半世紀以上寝かしておいたとっておきでね、昔の君なら飛びつく一品なのだな。皮肉も通じないのね。
もそれなら私が付き合うわ。あなたたちのお遊びはどうでもいいけど、ワインには興味ある。ウェルダン、夜風につき。麗しき女性が揃えば宴の完成は疑念の余地がない。チーズに関してはベノム君の目利きが最も信頼できる。お声掛けいただき恐縮です。しかし私は謹んで辞退させていただきます。もう動くのかね。未練を問う気はないが、船出の前こそ花が必要ではないかね。状況は整いました。ですが結果が伴わなければなりません。そっか、では良き旅を。後のこと、座頭様のことをお頼みいたします。ありえた未来だ。それとあり得る過去。俺にはそのうち一つだけを選択できる力があるんだと。旦那、この意味わかる？二つの世界、つまりお前のいた過去と今の時代の二つの時間軸、どちらか一つを存続させれば片方は消滅するってことだな。あんまり驚かないのね。タイムトリッパーの存在自体がすでに異常なんだよ。お前が世界にとって最も危険な存在だったのは今更の話だ。本当にタフだね。俺はもうこの力が発現しないように毎日怯えてるってのにさ。まあいい、それならもう用はねえ。だな、もし俺が元の時代を選んだらどうする？なぜそんなことを聞く？ぶっ殺すとでも言ってほしいのか？そうじゃないけど、自分でもどうしたらいいかわからないんだ。厄介事が増えるな、ごめんだ。盲目な進化による破滅と一人のエゴによる破滅、どちらがよりくだらねえか。フレデリック、状況は？アズレだ。そうか、残念だ。ギアメーカーであれば何かの答えを持っているかもしれんがな。野郎に頼るのはやめろ。お前があいつにご執心なことは知ったことじゃねえが、こうなった原因は全部そのギアメーカーにあるんだぞ。わかったよ。お前にこんな話を振った私が悪かった。では待っている。帰ったら報告書を書けよ。またザラつきが。なんだ。どうしたフレデリック、何かあったのか。なんでもねえ。また地震だ。ちょっとでかか。
んだってんだ。ギアメーカーと連絡を取れ。ご主人着のカラスでもいい。敵はじっとしているつもりはなさそうだ。ご主人着か、言ってくれる。しかしあのクラスの巨大ギアにまで宿題が始まった。絶対確定世界の予兆ももうすぐだな。予兆？違うよ。これは本格化。これからはきっと規模が大きくなるんじゃないかな。情報体フレアの濃度も二次宇宙船の異常も体感できる絶対確定世界の前に地殻異変が起きないか心配だわ。まだ安定しないのか。これでも時勢は効くようになってきたのよ。神様を乗っ取って人間になろうとしてんだから、この程度の不具合で済めば上等じゃない。記憶の方はどうだ。断片的なことだけ。ソルのことはほとんど思い出せないけど、一つ約束だけは覚えてるって感じかな。約束？そう、この体の本来の持ち主、アリアが大事にしていたことみたい。私もお前も、もうすぐ人生を取り戻すことができる。もう少しの辛抱だ。そのことだけど、もうソルたちと合流した方がよくない？向こうも会いたがってることだし。あのお方がまだ戻られていない。慈悲なき刑事は彼の帰還を待ってはくれないわ。お前はジャスティスの復活を阻止できる唯一の鍵だ。安易な判断で動くべきではない。はい、でももう監視は飽きてきちゃったよ。
ソンガキ。うるせえブリキのカカシ。そうだブリキ、町から出てけ。こんやろ、今日という今日は我慢ならん。出るとこ出てやる。未成年が犯罪の免罪符だと思うなよ。ブリキのくせに生意気ってんじゃねえよ。住民票取ってから言えよな。最近のガキは妙な知識ばかり持って、大体わしはブリキじゃない。世界で唯一のバイオ合金とハイパーエコのヘアドレスエンジンを搭載した。お前がここにいると街の美観を損ねるんだってよ。父ちゃんが言ってたぞ、動く粗大ゴミだってな。そうだ粗大ゴミ。ゴミじゃない、わしは怒りやる。話ぐらい最後まで聞け。お前の話なんて聞かなくていいんだよ。俺は父ちゃんの後を継いで議員ってやつになんだかんな偉い人間になんだ。偉いやつはブリキなんかと会話なんてしないんだよ。そうか、じゃあ立派な議員になれ。もうそのためには弱い者いじめなんてしちゃダメだよ。ダメダメ。俺が議員になったらゴミ箱ぐらいにはしてやんぜ。ゴミ箱負け。今度来たらケツから廃屋突っ込んでユートピアって叫ばせてやるからな。ったくクソガキどもが。奴らだ。何か大事そうなものを落としていったぞ。所詮ダメムクダメかダメ人間の猿よの。偉大なわしのハイパー注意力の前ではクズ同然の存在。見つけたぞ。まさかこんなところにいたとはな。ふん、どこだろうが一緒だ、わしにとってはな。で、なんだ貴様は。君に頼みたいことがある。仕事の依頼か。じゃあそこから選べ。スーパーハイエレクトロヨロズヤ A コース、空き缶回収、 B コース、犬の散歩、Cコース。言っておくが、わしはプロだからな。安い仕事は引き受けんぞ。頼みたいことはここに書かれてはいない。だが引き受けてくれればいいねを払おう。ではオプションコースになるな。さては貴様、大富豪か。なあ、だがな、わしは金なんかいらんぞ。どうせわしに物を売るやつはいないからな。現物支給で頼む。現物支給？食料とか？アホか貴様は！わしはロボだぞ。油とかバネとかネジとかそういうのだろうが。ああ、だが洗剤と柔軟剤は忘れるな。身だしなみは大事だからな。かつて終戦管理局が巨額を投じて作り上げた技術の結晶、その君がこのように身をやつしているとはな。そういえばまだ名前を聞いていなかったな。黒の日の出、黒の日の出。これもない。もう何が王立図書館だよ。これなら地元の古本屋の方がマシだ。
ていうか、ファウスト先生、ファウスト先生じゃありませんか。はい。あの、あなたは覚えてらっしゃいませんか。しつこく先生を追っかけていた世界一の名医という噂でしたので、もしかしたら僕の特殊な体質を治せるんじゃないかって。ああ、思い出しました。ザッパさんですね、霊感体質の。完全に私の専門外でしたけどね。耳が痛いな。ですがおかげで自分の進むべき道を見つけることができました。今は公務員なんですよ。霊障の観測を専門にしています。ところで先生はなぜここに。はい、最近大量の患者を抱えてしまいましてね。初めて見るケースでしたから、症例の情報を集めています。大量の。あの先生、その患者とはどういった症状なのですか。いや、それは患者のプライバシーですので。黒の日の出、それに不細胞光、エリプマーブス式も、どれも今日僕が探しに来た本ばかりです。もしかして先生、その患者というのはジャパニーズのことではありませんか。どうしてそれを。